市の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは釧路市阿丹の酪農家金子睦美さんがゲストです。睦美さんはですね、その釧路市阿丹のご出身で酪農家生まれなんですけれども、とわの森山愛高校を卒業後に本別町にあります北海道農業大学校に進まれて、で大好きな酪農について学ばれました。卒業後はですね、20歳にご実家へ帰られて、でそこの牧場で働いているんですけれども、現在3歳のね息子さんのママでもあって、子育てに追われながらも地元の酪農女性グループデコットの活動だったりとか、あと北海道の農業女性後継者のグループハラペコの代表も務めているというとってもパワフルな女性なんですね。で現在はですね、FM 釧路でも酪農のことを発信しているそうで、まあね、この酪農をやりながらラジオでね、いろんな酪農のことをお話ししているっていう意味ではね、もう私とすごくこう似たようなところもあるのかなというふうに思いまして、今日お声掛けさせていただきました。睦美さんのね、いろんな元気になるようなお話だったりとか、あと趣味のお話とか、お子さんを子育てしながらの話とか、いろいろお話聞けましたので、お話楽しみにしていただけたらというふうに思います。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日はね、睦美さんにこういろんなお話聞いていきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今現在で言えば睦美さんの担当の仕事っていうのがあるんですか？今現在は、まあ、搾乳牛舎の管理全般はそうですけども、まあ、一番そのウェイトが重いのは母乳ですかね。ああ、ミルクやるんですね。はい。なんかこだわってやってるところとかあります？こだわってやっているところ。とか、なんかこう、工夫してるとか。そうですね。やっぱり、人間もそうですけど、うん、腸の元気が一番だなと思っていて、うん、腸ってその、胃腸の腸ですね。はい。で、乳酸菌を自分で作って、うん、それをミルクに混ぜてやってます。うん、それ何？ヨーグルトとか？そういうこと？そうですね。獣医さんに教えてもらったんですけども、うん、粉ミルクと、お水と、乳酸菌を混ぜて、うん、でそれを発酵、ヨーグルトメーカーに入れて、発酵させて、うんうん、でそれを大さじ1杯ずつ毎日、牛のミルクにあげてるんですけど。ミルクに混ぜてやっ、はい。そうなんだ。すごい。初めて聞いた。それを始めてから、本当に牛の調子が良くて。そうなんだ。はい。やっぱり人間もそうですけど、腸内フローラがちゃんと整っていると、子牛って全然風邪もひかないし、下痢もね、してもすぐ治るんだなっていうのを実感してます。へえ、それやっぱ赤になってめっちゃ寒くなるじゃないですか。そうですね、まあ、疲労並みに寒いです。そう、やっぱ冬も結構それでなんとか乗り切ったりとかできる感じですか？ハッチ、子牛のハッチで一頭ずつ飼ってますけど、うん、特にね、防寒対策とかも、まあね、ネックウォーマーとかはしてますけども、うん、他のものはしなくても、その腸が元気だったら、本当に肺炎にも風邪にもならずに、うん、元気に育つなって思ってます。
へえ、しかもね、そうやってこう大さじ1杯ぐらいなんですもんね、毎度当たるのが。そうですね、はい、それぐらいでもそれだけ違うってことなんだ、だと思ってます。いやでもなんかすごいなるほどって今思いました。なんか私自身もすごい便秘だったんですよね、うん、はい、それでちょっとまあ酪農家だしヨーグルト、うん、作って食べてみようと思って、うんうんうん、それを去年の1月からずっと続けてるんですけど。ヨーグルトを毎日食べるってこと？まあ、ヨーグルトっていうか発酵食品、ヨーグルトと、まあ、納豆とか、うん、あとは食物繊維を取ったり、その、うん、プロバイオティクスとプレバイオティクスをちゃんと取ろうと思って。うん、なんかすごい。発酵食品っていうのはプロバイオティクスっていうんですけども、それをちゃんと育ててくれるものがプレバイオティクスって言って、その、うん、食物繊維だったり、うんうん、そういうものなんですね、うん、オリゴ糖だったり、うん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 、でそれをちゃんと2つ合わせて、うん、自分の体に入れてあげたら腸も元気になるよっていう話なんですけども、うんうんうん、それを始めてから、うん、めっちゃ快便になりました。そうなんだ、はい、ちょっと参考にする。本当ですか？いやすいません、なんか間違ってたら。そう、ヨーグルトは自分家で作ってるってことですか？そうです、そうです。自分家の生乳を持ってきて、で、乳酸菌入れて、ヨーグルトメーカーで作ってるんですけど、うん、はい、うん、じゃあヨーグルトメーカーもう大活躍ですね。めっちゃ大活躍してます。毎日動いてます。子牛の乳酸菌を作るのもそうだし、はい、自分の食べる用のヨーグルトも作らないといけないし、はい、しかもあれね、息子さんとかも食べてるの、ヨーグルト。そうですね。なんで本当に乳酸菌素晴らしいなと思って、酪農家でよかったなって思います。まあ、その取り放題というかね。まあ取り放題というか、はい、そこをかけることがないっていうことよね。そうですね。乳酸菌ってそのヨーグルトに入れる乳酸菌って市販で売ってるってこと？あ、市販のヨーグルトを使ってるんですけど。あ、市販のヨーグルトを入れるってこと？はい、牛乳に。はい、それなら私でもできそうだな。あ、でも全然誰でもできます。ヨーグルトはまあじゃあそのまま食べるってこと？そうですね、基本的には、うん、あとはなんかね、今流行りですけどオートミールを混ぜてみたりとか、うん、その日によっていろいろやってますけど。めっちゃ女子力高い。いやそんなことないですよ、そんなことないですけど。そんなことないんですけど、自分家の生産物を使って何か自分の体の健康を整えたいなと思って始めて、うんうん、でもそれがね、そうですね、ちょっと続いてるってことです。はい。そうなんだ。それはすごいいい話を聞いた感じです。そう、これ多分続く話かもしれないんですけど、その、はい、松見さんにとって酪農というお仕事ってどういうところが好きとか、どういうところに魅力を感じるって思います？そうですね、私もまどかさんと同じで、うん、牛が好きっていうのもあるんですけども、うん、やっぱり小さい頃から家がね、酪農家だったってこともあって、両親の背中を見て育ってきて、うん、やっぱりその両親がね、お互い支え合いながら、ね、うん、仕事をしたり、そのね、うん、仕事の話をしたりしてるのを見ていて、うん、ね、パートナーと一緒に、こうやってね、酪農っていう仕事をやっていけるってすごい素晴らしいことだなって、ね、小さい頃から思ってたんです。やっぱり、その、父と母が、を尊敬してたっていうか、すごい背中になりたいなと思って今までね、酪農を目指して今まで頑張ってきたんですけども、うん、まあ、やっぱりそこがね、私の一番の魅力かなと思って今までやってきて、でね、私もパートナーと一緒に頑張っていこうって思っていた時にいつの間にかシングルマザーになっちゃったんですけど。いや、結婚願望ってあるの？結婚願望ですか？うん、まあその時は本当にパートナーとやっていきたいっていうのが酪農の魅力だったんですけど、うん、今はあんまり思ってはいなくて、うんうん、まあ一人ではできない、酪農は一人ではできないけど、でも周りに支えてくれる人っていっぱいいるんだなってやっと気づいて、はい、だから一人だけど一人じゃない、うん、だったら頑張っていけるかなって思いますね。でも本当に支えてくださる方はたくさんいるしね。はい、そうですね。なんで、うん、まあ何年じゃ今までまあいろいろ失敗しましたけど、うん、何がいけなかった、まあいけないことだけじゃなかったしね、今の自分がすごい好きっていうか、今の置かれている自分のね、まあ人生じゃないですけど、そういうのを別に
嫌ってわけじゃないんですけど、じゃあなんで今までダメだったかなって思うと、うん、やっぱり自分に自信がなくて、うん、自分の経営だったり、その自分に酪農に対するこれからやっていくっていうことにすごい自信がなくて、うん、でどこかやっぱり他人任せというか他力本願というか、そういうところがあったんですね。自分でやっていくっていう自信がなかったんですよ。それが多分パートナーともうまくいかなかった原因だし、ね、今回その牧場の経営の成績が落ちてしまった原因だとも思ってます、うん、だからやっぱりね、ここを変えたいなというか、うんうん、それはもうそういうことに気づいたというか、あ、なんかそういう、こう自分が本当にちゃんとやっていかなきゃいけないんだなっていう覚悟を決められたのは、まあ、いろんなきっかけがあったのかな。そうですね、やっぱり息子ですかね。息子の力が大きかったと思います。やっぱりこの子を、じゃあこれから育てていくのに、どうしたらいいかって考えた時に、やっぱり私には酪農しかないと思って、うん、この世界で、この牧場で生きていこうって思って、うんうん、はい、覚悟を決めてます。明日営農計画提出なんですけど。頑張ります。ごめん。いや、でもね、まだまだ可能性しかないと思って、思うし、はい。うん、本当やるしかないしね。そうですね。もうやるしかないです、本当に。うん、もうね、だって家族もいっぱいいるわけだからね。はい。じいちゃんばあちゃんも元気なしね、うん。その覚悟が決まってる強さみたいのを感じます。あ、そうですか。いや、ただ単にまだやってないだけですけどね。これから交互期待です。気持ちがないと やっていけないから、ね。そうですね、はい。でも本当に意志は固まりました。うん。だからそのいろんな意味での吹っ切れたというか、はい、なんか言ってしまったらこう見えないパートナー見すがってもっていうところじゃない。そうですね。ちょっと厳しいけれどもさ、はい、うん。だからそういう意味ではね、すごい今かっこいいなって思う。なんか気がしてる。ありがとうございます。トカチウーマンフロンティア。いや、それでね、その経営のことも牧場自体のこともそうなんですけど、はい、今ね、本当にあんまり酪農情勢良くなくって、その中でもやっぱりね、私には酪農しかないってさっきも言ってくれたけれども、やっぱそういう思いで続けていこうって決めたわけだから、そういう意味で今後なんか心がけていることとか、なんか工夫していこうとか、そういうのってあったりします？そうですね。なんか専門的な話になってもいいんですか？あ、いいです。いや、なんか今までは結構個体販売、を頼って経営していたところがあって、うんうんうん、でもやっぱり酪農家だから生乳生産で勝負できるような牧場にしたいなと思っていて、うんうんうん、で、生乳部門の成績を上げるために、うん、まあ、工夫したいなと思っていることなんですけども、うん、やっぱり TMR ちょっと今やっぱりね、じゃあ牛の口にちゃんと入ってるかなって、うんうん、今もう一回再確認してて、うんうん、思想の状態をもう少し良くしてあげようと、うんうん、思ってます。牛のね、食べる餌とかのところってことよ、はい。やっぱりね、牛の水飲み場っていうか、ウォーターカップべちゃべちゃになっていて、牛の餌が濡れてしまっていないかとか、思想ちょっとね、高さがなくて、寝床の方に餌が、行っちゃうんですよね。あれをもう少し改善したいなとか、そういうね、まあ、これからなんですけど、これからのことなんですけど、ね、うん、そういうところを工夫して、うん、もう少しそのね、個体の生産量を上げたいなと思ってます。うん。はい。もうちゃんと計算された餌が届いてるわけだから、そうです、そうです。その餌を本当にどれだけ食わすかによって、牛の成績ってすごい変わると思うんですよね。はい。だからもう私自身も同じような立場でわかるけれども、本当餌のやる回数だったりとか、はい、なんか餌をね、寄せてあげる回数を増やすとか、うん、本当に餌を食べる周りの環境をね、綺麗にしてあげるだけで、全然違ったりとか、うん、本当に牛ってまあデリケートな分反応が早いっていうかね、そうですね。そういうのすごいあると思うので、でもなんかそこに気づいてるっていうことがすごい大事なのかもしれないですね。やってやるぞ。今まで気づいてなかったんだなって思いました、本当に。いや、でもなんかそうやって見直すとさ、いろんなものが見えてくるっていうかさ、その覚悟を決めたりとかさ、気持ちが変わるだけで、それだけこうね、気持ちが変わってくってことですよね。そうですね。それはありますね。やっぱり、なんだろう、今まで見てなかったというか、目をそらしてたところをちゃんと見るようにしたら、いろんなこと可能性が見えてくるなって思います、うん、そうですよ。牛はね、素直ですから、
少しずつそれを変えることで、ね、はい、ちゃんとこう答えてくれるようになっていくだろうなって思いますよ。はい。いや、でも本当ね、それこそ令和5年度はね、ちょっと減産しなきゃいけないから、なんとなくみんなね、抑えなきゃいけないけれども、でもその後、ね、こう自由に絞っていいよっていう時に、ガーッと絞れるように、あれですよね、準備しとかないとですよね。そうですね。そういう意味で、今後の金子牧場が楽しみっていう感じがします。はい。頑張ります。むすみさんは、酪農家でね、はい、生まれ育って、こう、三人兄弟ですよね。三人兄弟の一番上なんだけれども、幼い頃から、そうやって、こう、お父さんお母さんの、こう、仕事手伝ったりとか、そういうことをしてたんですか？小さい頃は哺乳の担当をしていて。あ、もう担当があったんですね、小さい頃から。そうなんです。もう子供も戦力みたいな感じで、どん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 引っ張られてたんですけど、うん、その中で、私がね、ミルクを飲ませると、子牛が絶対下痢するんですよね。うん。で、なんでだろうって思ってて。うん。それさ、お父さんお母さんに、お前のせいだとか言われるの？そういうわけで、それで、とある日、母に、うん。そのミルクをあげてるところを 見られてたというか、観察されてて、うん、めっちゃ怒られたんですよね、うん、私ミルクを冷たいままあげてたんですよ。あ、それは冷たいでも私給食で、ね、小学校で給食で飲んでる牛乳って冷たくて、確かに冷たくて美味しいよね。そう、冷たくて美味しいから、うん、牛も絶対冷たい牛乳美味しいだろうと思ってあげてたんです、うん、そしたらすっごい怒られて、うん、ね、お母さんのお乳から絞る牛乳はあったかいんだよって、うん、ね、だから子牛にも温かいミルク作らないとそりゃお腹壊すよねって、うん、ね、牛は生きてるんだから牛乳ってあったかいものなんだよって言われて、うん、ああ、そうなんだっていうか、ね、子供ながらに、ね、うん、牛が生きてるってことを、再確認したっていうか。だから、ね、小学校の食育授業とか行っても、ね、給食で出てくる牛乳は冷たいけれど、うん、ね、牛は生きているから、本当にね、お母さんが出る、ね、牛乳っていうのは温かいんだよっていうことを子供たちにも、うん、教えてます。いやー、でもなるほどなーと思う。話の仕方がなるほどなって思うよ。まあ多分そのむつみさんがね、子供の時に気づいたように。はい。やっぱ子供の頃ってあったかい牛乳嫌だったよね。そうなんです。自分たちが飲む時に、温めてもらった時とかも、みたいな。私は皮とかもちょっと嫌だったから。皮、はい、皮。だから冷たい牛乳の方が美味しいと思ってたけど、うん、すごい、なんか、その前に教えてよ、お母さんっていう感じもするけど。確かに。確かにそうですね。でもね、いや、ね、子供ながらに、ああ、そうなんだって、すごいそれが今でも心に残ってて。うん、いや、でもしっくりきたってことよね。そうですね。はい。教えてもらった時に。うん。でも確かに、子供たちはそうかもしれないよね。飲む牛乳が冷たい方が美味しいから。うん。で、牛乳って冷たいものっていうイメージじゃなかった？小さい時の牛乳はもう冷たい牛乳しか物心ついた時飲んだことがないから。そうですね。はい。牛乳って冷たいものだって。うん、冷たいものだって思ってましたけど。はい、うん。まさかね、バルクでね、冷やしてるなんて思ってなくて。ああ、確かに。はい。そうか。あ、でね、ミルクの担当してたわけね。それで温かく飲むようになったら下痢しなくなったのね。はい。なるほど。本当にね、なんか牛乳って、もう牛さんの体の中で血液から牛乳になっていくじゃないですか。うん、はい。だから結構、自分たちはなんかその血液の温かいから牛乳も温かいのよみたいなお話するけど、でも生きてるからってことだから、うん、なんかすごいその分かりやすいなと思いました。今、むつみさんの話。本当ですか？うん。今度採用します。お願いします。ウーマングロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。
トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。 JA サラベツからのお知らせです。サラベツ村は十勝平野の南西部に位置する豊かな自然に恵まれた地域で、農業は主に豆類、小麦、バレーショ、テンサイの畑作4品を中心に、キャベツ、グリーンアスパラ、トウモロコシなどの野菜類を取り入れた畑作農業、毎日およそ7万リットルの牛乳を生産する酪農業、年間およそ600頭の黒毛和牛を生産する畜産業です。その農業の規模の大きさと機械化の導入は日本でも有数の地域です。また JA サラベツでは堆肥など有機物による土作りを基本とし、化学肥料、化学合成農薬の使用を最小限にとどめるなど、環境との調和に配慮したクリーン農業を展開しており、安心安全な農畜産物を消費者の皆様へお届けしています。道の駅サラベツでは、旬の時期にはジャガイモやグリーンアスパラなどの農産物、生産高日本一の金時豆や小豆といった豆類、サラベツ産小麦を使ったうどん、でんぷん、地元の工房で作られたチーズなどの加工品、村内のスモモの里で収穫したスモモの特産品として飲むヨーグルトやリキュール酒、ドレッシング、ジャム、地サイダーなどのスモモ関連商品も多数取り揃えています。どんぐりの村ポテトチップスは道の駅サラベツの人気商品です。また希少なサラベツ和牛を使ったサラベツ和牛ビーフカレーも販売しています。サラベツ村にお越しの際はぜひ道の駅サラベツにお立ち寄りいただき、 JA サラベツの農畜産物や特産品をお買い求めいただけますと幸いです。道の駅サラベツは十勝帯広空港高規格道路のサラベツインターチェンジから車でおよそ15分、十勝スピードウェイの入り口近くにあります。 JA サラベツからのお知らせでした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一本混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在、広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号
0155-85-2121 までお問い合わせください。疲労町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 疲労からのお知らせでした。私自身もですね、疲労町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の疲労町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 疲労、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。